福島の名前の由来となった、忍山忍山から見た福島市中心部、福島市外空撮福島市は、福島県中通りの北部に位置する市。福島県の県庁所在地であり、中核市に指定されている。江戸時代以前より、福島城の城下町として、町並みを形成。福島藩時代には、幕府直轄領、本田や、堀田家と藩主が変わり、江戸中期になると、 徳川将軍家との関係が深い重政流、板倉家が治めることになる。現在の福島県内で、福島藩は会津藩に次ぐ国高を有した。明治以降の福島は三種、木と織物の集産地として栄え、日本銀行の支店を函館に続き、東日本で2番目に開設し、福島競馬場の誘致にも成功し、現在に続く福島市の経済を支えている。 1990年代には東北新幹線と山形新幹線が合流することになる福島駅2020年代には東北自動車道と東北中央自動車道が交わる交通の要所としての基盤が出来上がる第一次産業の面では福島県内第一位の農業産出額であり特に全国有数の収穫量を誇る桃をはじめ 市町村別日本一の生産数を誇る梨など、果樹の栽培が盛んであることから、果物王国の異名を持つ。観光の面では、山の名所が点在し、個性ある温泉街を複数抱えている土地でもあり、さらに、東北地方唯一の JRA 福島競馬場が、立地市競馬の町としての顔を持つ。日本一の大きいわらじを担ぐ祭事の忍宮山明、参りが有名である。 山の名所としては、国立公園にも指定を受けている浄土平から、福島のシンボルとも言える東小富士のおばちめぐり。市街地からほど近くで、福島盆地を見渡せる忍山。そして花見の名所でもあり、福島に、桃源郷ありとも歌われる花見山公園が挙げられる。福島市内に代表的な温泉街が3カ所あり。 大和竹が残る古い歴史を有することである飯坂温泉。全国有数の高濃度硫黄泉で知られる高湯温泉。福島市を代表する伝統工芸品のこけし発祥地として有名な土湯温泉がある。令和初期の時点で福島市で唯一の名誉市民であり、昭和時代に数多くの行進曲、応援歌、効果を手がけた作曲家である。 古籍有事の出身地としても知られている。福島市中心市街空撮福島市中心部周辺の空中写真。1975年撮影の18枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。福島市は福島県の北東部に位置し、稲わし湖から北東へ。 約5 0キロメートルに位置している。東京から北へ約2 6 0キロメートルの距離である。西側の大羽山脈と東側の阿武熊高地に挟まれた福島盆地の南西部分とその周辺の山岳、丘陵地域が主な地域である。市内からは西に、東連邦を南西に、あだたら山を仰ぐ。 福島県内陸では最も標高が低い位置にある。地域は、旧忍部軍全域と周辺の旧伊達軍、旧和立軍の一部を加えた範囲に及び、福島盆地の南西側とその外周山岳部を占める。北流する阿武熊川を中心に、福島盆地を形成している。大宇山脈を源とするすりかみ川、松川、荒川等がそれぞれ市西部に、 戦場地を作りながら投入し、阿武熊川に注ぐ。かつてその戦場地は、桑畑として利用されたが、現在では、果樹園に転用されている。盆地の南東部に残休である、忍山が構えている。大宇山脈側には、立子峠や、土湯峠、板屋峠のような交通難所が存在する。 市内最高地点は東阿賀津山で標高1974メートル。市内最低地点は向かい瀬の上で標高約55メートルである。福島県庁福島市役所阿武熊川下半に福島県庁福島市役所福島競馬場などが位置する。福島市の荒川は水質が最も良好な河川に認定されており8年連続で 全国一位の水質を誇っている。福島市は日本海側と太平洋側の中間の気候であり、夏と冬で気温差の激しい盆地特有の内陸性気候の特徴を示している。太平洋の高気圧に覆われて夏型の気圧配置になると、福島盆地では風の弱い晴天となり、山岳からの平ン現象も相なって猛暑日を記録するなどその日の日本最高を。 記録することもある。福島の最高気温局地は1942年8月15日の摂氏39.1度となっている。太平洋高気圧が衰退し、南から断湿気流が流れ込むトライウが発生することもあるが、宇都宮市など北関東に比べると少ない。一方、オホーツク海高気圧が張り出した場合、北東の湿った冷気により低温となり、 霧雨が降り続けて、日射不足が続くこともある。あずおろしと呼ばれる北西の季節風が吹き市街地では、晴天ながら、にわか雪が舞うような天気が多くなる。冬型の気圧配置が強まると、北西の米沢市、立子峠から、雪雲がストレートに流れ込み、市中心部で10から30センチメートル程度の積雪をもたらす。福島市中心部は、 中通り平野部としては、標高が低いことと、鈍天、強風が多いため放射冷却が、それほど強くはなく、郡山市や白川市に比べ気温は高めであるが、降雪に関しては、中通りとしては、郡山や白川より多い地域である。特に、東北自動車道より西側にあたる北部や西部では、中心部との積雪差が大きく、 北部の飯坂町も庭で年降雪量平均値は 393cm となっており、白川中心部より標高は低いが地形の影響で降雪は倍の値が記録される。このため南部を除く福島市の大部分が、国土交通省の定める豪雪地帯に指定されているが、市中心部の積雪は 30cm 積もれば大雪でそれほど多くはない。 福島市中心部の標高は67メートルであり、日本松、氷山、白川に比べて低いため、桜前線は中通り平野部においては北から南下すると言われている。しかし実際には福島市は戦場地であるため、郊外に行くにつれて標高が高くなり、郊外の平野部で標高200メートルの地域もあり、さらには高山地帯では 標高1700メートルに至るため、同じ市内でも桜前線は複雑であり、花見などは福島市内だけで定地から高地まで1ヶ月以上楽しむことができる。主に17の地域に区分され本町直轄の中央地域を除き、1地域につき管轄の支所が1箇所置かれている。福島市の町名及び大技数は158。福島市の町、 アザ一覧地域区分についてはこちらを参照。古代には、福島市地域の代表的な地名は、峰越と呼ばれており、現在の忍山も、新越山と呼ばれていた。奈良時代の律令制では、角道に官僚が馬を乗り継ぐための駅が設置されたが、東山道の福島周辺の駅名は、南から足立指峰越立扱しとなっている。ただし、峰越は、 松川井北すり上川井南であり、松川井南は当時でも杉の目であったため、駅があったのは現在の福島県庁エリアより、北寄りの北五郎内近辺であったと思われる。その後、杉の目大仏の建立、中世になって杉の目城や大森城の築城があり、次第に政治的な中心であり、地域を代表する地名は峰越から杉の目に移ったと考えられる。 現在の福島という地名に関しては、安土桃山時代に、忍ぶ軍、伊達軍が、ガモウジサと支配になった時、ガモウジサと、または、ガモウジサとの下で、福島城主とされた、木村義清が、それまでの杉の目を、縁起の良さそうな福島と改名したという説が、有力である。なお、この時代、豊臣政権による、大幅な改役が、相次ぎ、 現在の福島県とその近隣では各地で地名が変えられ現在に残る地名になった。全市福島盆地は20万年前の更新よ、中頃に現在まで断続的に続く南部の人口運動により誕生した大石盆地である。現在の福島地域の人類の足跡としては約3万年前に作られたと考えられている打性石器が 平林遺跡から発掘されているほか、市内各地から石器が出土している。学団群遺跡からは特に多く出土しており、打製石器の製作場所と考えられている。福島市内で出土した縄文土器として最古のものは、南諏訪原遺跡から出土した微粒器千分土器と仙台宇治全遺跡の爪型分土器であり、共に12000年から1万年前のものとされている。 城門後期の宮畑遺跡からは、計画的な村の跡が確認されており、職や狩猟の様子も伺い知ることができる。福島市内では、弥生時代の遺跡である家畜地前畑遺跡や大畑遺跡から水田跡が発見されており、市内の広域において稲作が行われていたことが確認されている。家畜地前畑遺跡から、 朝鮮半島で製造されたマガタマが出土しており、広域な交流が行われていたようである。塩粉、ガツノワヤマン1号粉から出土した下ブ土立ちから6世紀終わり頃から7世紀初頭には、大和朝廷の支配下にあったと考えられており、7世紀初め頃には、大和朝廷支配下に、特徴的な前方後塩粉が、阿武隈川沿いにまとまって作られている。 古代中世近世近代現代現代旧福島村及び福島町発足時の町域を示す。後に福島町及び福島市時代に編入したエリアは編入以前の各村のページを参照。福島県庁周辺と福島駅東西の近隣エリア、荒川の上流エリアを範囲とした町で現在の福島市都心部を構成するエリアである。町名の特徴として 江戸時代より長く続く福島城下七町は、もちろんのこと、近代以前からのあざ名を由来とした町名が多く存在する。旧町名、現町名と旧町名との比較表福島町時代に幾度となくあざ名変更は行っているものの、江戸時代からその区域をほとんど変貌させていないことが特徴である。現在も県と福島市と新エリアの中核をなす八町である。 江戸時代に欧州街道沿いの七町として長く存在したことから福島城下七町や福島本通り七町、福島通り町などと称されている。上記の年代はおおよその目安である。変遷の年表2019年9月3日、現在選挙結果等は福島県第一区の校を参照。万代朝日国立公園にある五色沼。 バンダイアズマスカイライン花見山公園へ続く遊歩道阿ブク浸水公園、飯坂温泉の砂漠湯福島競馬場2004年商業統計確定地では小売りの年間販売額は3331億円である。福島県内第一位の農業産出額を誇る。福島市を代表する特産品は桃と梨である。桃は全国有数の生産量であり、梨は 市区町村別日本一の生産数を誇り、ここで生産される福島の品種、かやばりが名物に挙げられる。2004年製造品出荷額等は6164億円である。江戸時代には養産業で栄え、福島県内に限らず宮城県南部からもキー糸が集まる商品の集産地であった。明治期には製紙業を中心に工業資本が育ち、 東北地方で最初となる日本銀行の支店が設置された。現在も本町から大町の欧州街道沿いには日銀支店をはじめとした地方銀行、証券会社の支店など金融機関、あるいは福島県全体を管轄する支店などが集中し、福島県における業務機能の集積地となっている。通勤、通学圏 あるいは小売証券として、周辺自治体に及ぶ福島都市圏が形成されている。なお、福島市は山形、宮城両県と隣接し、その立地、交通の便の良さから、他県地域との交流人口増加と経済活性を起としている。例えば市内には JRA 福島競馬場があるため、開催日には宮城県内からの直通高速バスも運行される。 また、宮城県から訪れる観光客向けに、快速、福島花見3号が、福島駅から仙台駅間を土日一往復ずつ運転されるなどの流れにある。福島より六方に通ずる街道として、南北に縦断する欧州街道と北西部の山形方面にアクセスする、板谷峠経由の板谷街道や庭経由の宇州街道との分岐点であり、また、 国道13号の起点であり、国道4号から分岐する。その他に南西部の合図方面に向かう、土湯峠経由の土湯街道、東部の相馬方面にへ、霊山の麓を経由する中村街道、南東部の川又、南相馬を経由し、波江に至る川又街道などがある。高速道路については既存の東北自動車道と、新たに、 福島県浜通りから福島市を経由し、山形県を直接つなぐ東北中央自動車道が通っている。鉄道では福島駅が東北本線と大本線、そして東北新幹線と山形新幹線の分岐点となっている。遠隔福島駅福島駅を中心に南北、西、北西、北東方向に路線が存在する。旅客輸送については、 東日本旅客鉄道が広域的な連絡を私鉄各線が地域輸送を担っている。以前は、阿武熊急行線が東北本線福島駅以南に乗り入れていたが、現在は廃止されており、福島駅を起点としている。各線の詳細は、それぞれの項目を参照。東日本旅客鉄道福島交通阿武熊急行、鉄道詳しくは、 福島県内の通りを参照されたし、36件26件48件、ありがとうございます。